こんにちは。株式会社 PDCA の学校代表取締役浅井隆です。さて本日は管理職の責任と役割についてお話をしていきたいと思います。とても大事なことはですね、会社ごとにそのうちの会社の管理職とは、うちの部長とは、うちの課長とは、これを決めることです。会社によって当然バラバラであって叱るべきだと思いますし、何も他の会社に右へ習えする必要はないと思うんですね。ただ管理職の責任や役割を明確に定義されていないと、当然管理職本人もですね、悩むわけですね。悩んだ暁に何をするかというと、自分の業務に専念するというところで、部下の面倒を見ないとかですね、指導しないとか、いわゆるマネージャーとしての担ってほしいことを全然進めてもらえないということがあります。ぜひ皆さんの会社で、我が社管理職とは、あるべき姿とは、責任とは、役割とは、これを定義していただきたいと思います。でまずは今日基本的なところを私からお伝えさせていただきたいと思います。管理職の責任というのは一般的にはこの3つあります。まず1番目、業績の責任です。まあこれは当然ですね。で業績なんかイコール売上という、ね、イメージをお持ちいただく方いらっしゃると思いますが、売上の役割を担うのは、まあ、マーケティングの部署であったりとか営業部だったりします。しかしながら会社全体の業績の責任は、すべての部署の管理職が当然責任を取る対象になるということですね。2つ目、管理職に問われる2つ目の責任は、部下の指導育成、この責任があります。管理職というのはチームの業績成果、そして成果を出すためにですね、当然中小企業を含めまして、今企業の命題というのは生産性を上げることです。生産性を上げるためには社員の能力アップ、スキルアップ、ここはとても大事になってきます。ですので管理職というのは日頃の業務を通じまして、部下をきちっと指導育成をして成長させていく、こういう責任が問われます。3つ目の責任は部下の保護管理責任です。保護管理責任というのは当然部下の個人情報の取り扱いだったり、例えば個人的な、ね、家庭環境の話であったり、病気の話であったり、まあ、これはお客様の情報の取り扱いと同じように保護管理の対象であると。それから最近ではですね、メンタルケア、まあ、パワハラ、モラハラ、いろいろございますが、そういうメンタル、モチベーションのケアも、これは管理職の今や責務になっています。管理職の役割は2つあります、まあ、2つといいますか2方向ありまして、仕事業務系の役割と人に対する役割と、これ2方向あります。まず業務の役割につきましては、当然会社には企業戦略や事業戦略があります。この戦略を推進していく、これも管理職の役割です。さらに私たち組織で働いておりますので、さまざまなこの部署と連携、ここの関係値を深めていきながら強さを作り出していくというのも管理職の役割です。当然私たちというのはイノベーションを起こしていく必要があります。変革ですね。そのためには改善、改革、工夫を凝らしていく、この役割も担います。冒頭でお話ししたように、当面業績を果たしていく、成果を上げていくための管理、監督、指導をしていくというのも管理職の役割になります。まあ、これらがですね、一般的に仕事のマネージメント、業務の役割という括りになってきます。そしてもう一方、忘れがちなんですが、部下への役割というのがあります。部下に対する役割ですね。まあ、これは簡単に言うと、部下を育てるとか、教育するとか、指導するとか、それからチームを作る、チームビルディング、部下のモチベーションを上げてあげる。冒頭でもお話をしました部下の保護管理責任というのが今問われておりますので、部下のメンタルケアをするというのも管理職の役割になっています。さて今日ご案内したいくつかのお話の中で、皆さんの会社の管理職やっていること、やってないこと、いろいろあると思います。ぜひ一度チェックをいただきまして、今後補完するべきところ、強化をするべきところを見つけていただきたいと思います。